上京して一回も服買ったことないですよ、ね、母親が服買ってないでしょって言って送ってきたやつを今全部着てます。あーでもすごいですね。さあ始まりましたポイ活ビフォーアフターナジャグランディーバでございます。ハッピーハッピーということで、新垣くんの後編ですね。どうなってんやろう。前回髪の毛とかメイクそう、あの海野くんの時と違う感じの洋服で攻めてくると思うんだよね。なるみ岡村はすごい楽しみ、もう期待しかない。じゃあ早速見てみましょう。 VTR どうぞ。ヘアとメイク、はい、改めてどうですか。びっくりしてます、こんな変わるのかと思って。あなた服装ですね。ちなみに今日のファッションポイントというか、まあでも自分の中でできる限り明るくはしてます。暗く見えないようにっていうのは。明るく靴は革靴してんやろ。そうなんです、僕革靴を履くんです。すごい革靴しか持ってなくて。ちなみにどこで服いつも買ってるんですか。本当にちょっと上京して一回も服買ったことないです。母親が服買ってないでしょって言って送ってきたやつを今全部着てます。服買っといたから送っとくねっていうのを着てます。はい、服装をなんかこう変えてみたいとかっていうのって何しますか。顔もこのすごい明るくかっこよくしてもらったので、服装もちゃんとそれに合ったおしゃれな服装にしてもらいたいです。はい、じゃあ今日早速じゃあ、はい、サイリストさんもお呼びしてるので。あ、おしゃれとか、はい、じゃあなるみさんお願いします。お願いします。サイリストのなるみです。あ、よろしくお願いします。新垣です。率直にどうですか、あれのファッション。いや、笑いにくいしな、お母さんに失礼しな。ちょっとなんか見たことないやつですね。これボタンがあってニットでボーダーってすごいなんかいろんなものが構えたと思うんです。うちお母さんがすごい素晴らしいと思うんですけど、トップスとそうですね、革靴ちょっと合ってないかな。スースー、はい、感じてます。感じそう、あとはそう色、まあ、パンツは全然いいと思うんですけど、はい、ちょっと色味がね、あの全体的にバラバラかなと思って、はい、もうちょっと統一感を出していきたいなと思ってます、はいはい、今回は H&M で1万円以内でトータルコーディネート。うわ、すごいですね。今回はちょっとシティーボーイをちょっと目指してみました。デートで隣で歩いても恥ずかしくないという、はい、コーデをちょっと出してやってみました。あ、でもありがたいです。じゃあ早速着替えていただきますか。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。見てみます。あ、じゃあ早速見てみます。はい。どうぞ。わあ、あでもすごいですね。本当に、オーバーサイズシティーボーイざっくりになりました。はい、全然違いますね。シティーボーイになりました。はい、すごいなんかおしゃれだなと思います。シティーボーイっていうことで、ちょっとスニーカーと、はい、あと靴下ですね、はい。ちょっと見せるっていうか、はい、なるほど、シティーボーイスケーターっぽい感じは、まあ、靴下可愛い靴下見せるっていうのは。アボカドを、こう、そうですね、アボカドの、そうですね、で中は茶色で、はい、あのワントーンにして、はい、アウターをちょっとあの色味を入れて、ちょっとダボッと、結構、ね、ビッグシルエットは流行ってて、はい、ちょっとストリートっぽさと、そういうなんかあのワンポイントでこういうロゴが入ってるのが結構多くて、アースカラーでちょっとまとめました。ちなみに値段はいくらくらいですか。はい、ジャケットが2499円、いや、すーシャツが1299円、100円なんです。パンツが1500円、うわ、全部安い。安いですよね。シューズが3999円で、あ、でも靴が一番高い、高いで、靴下が199円、めちゃくちゃ安い。トータルで、9496円、うわ、ありがとうございます。1万円を切りました。それくらいの値段でこんなにおしゃれになるとは思わなかったです。
母さんもこの選び方しないですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。痩せてるからこのオーバーサイズがいけない。改めてどうですか、むっちりしてる。外見から変える作戦がちゃんと成功してると思います。はい、これちなみに最初の時の写真でもちょっと本当にちょっとひどいですね。これはこういうことですね。見比べていかがですか。でもこんなに人間変わるのかっていう感じがしますね。はい、すいません、こんな悲しい、この時はこんな悲しそうな顔じゃ、すいませんでした。ここまでしてもらったら顔は全然違う、表情はちゃんと自分で意識してかっこよくしていこうって気分になりますね。はい、これあの番組からあの、はい、コーデそのまま意識プレゼントさせて。あ、本当ですか。すいません、ありがとうございます。これ着てしまえばもうおしゃれになれるっていうのを、ありがとうございます。本当めちゃくちゃ嬉しいです。これはもう横浜をカッポさせていただきます。デート彼女さんとこれからも末永く応援してます、はい、今日ですごい自信つけました。頑張ります。はい、ありがとうございます。ギターちょっともう一回弾いてみてもいいですか。ああ、はい、はい、すごいちょっと変わったと思う。あ、なるほどなるほど。はい、ちょっともう一回変わるかもね、歌声で。横浜で路上ライブしてそうですね。あ、本当ですか。あ、本当でも、あ、すいませんまだまだやねちょっと取れないです深くめやからいきます。黄色い点字ブロックの上、お散歩しながら考えることはいつでもエッチなこと。パー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 。いや、シティボーイやったね。割とさ、野生型やんか、この新垣さん。これ野生型の人の方がこうオーバーサイズ似合うんだよ。だこの髪型をだから次の日にもう一回この新垣さん自分でできたのかっていうとこやな。蝶とかもなんかちょっと明るい方に行くんじゃ。ただこれで急にモテ出したりとかして今の彼女どうかなみたいな、もっといいのいけるかもみたいなのはもう本当やめてくださいね。そういうのは許しません。いやでもなんかいいもの見せてもらいました。なんか応援してあげようかなって思った。さあ、ということで今回もいい返信見れましたね。ということでまた次回お会いしましょう。バイバイ。